確認したところ、店の外に不審者はいないみたいだ。安心して、後はつけられてないし、目もつけられてない。やっとの思いで十四分街から抜け出したのは、あたし一人よ。それならいいけど。もう分かってるわよ。市政選挙が近いから、最近は特にピリついてるんでしょ。プロ棋士捜査の強化でホットラインまでできちゃったし、それに。はいはい、分かってるんならいいの。それはさておき、ニコ、なんか用なの？あんたたちに依頼があるの。それもすっごく大事な依頼。それで、ビリーとアンビーがホローに落ちたの。二人を助けて、依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。本当に緊急事態なの。私を助けてくれる人なんて、あんたたちしかいないのよ。ホロー調査協会に救援を申請したわ。私、今はまだ協会に目をつけられるわけにはいかないの。ホローレイダーをやったってバレたら、大変なことになる。それに、あの強欲な連中を満足させるには、全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。従業員を放っておくか。ニコならやりかねない気もするけど。ふざけないでよ。私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをホローから無事に出してくれればいいの。典型的なプロ棋士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この依頼が終わったら、これまでのツケをまとめて払うから。よし、取引成立。まだダメ？じゃあ追加で。あれ、オケなの？残念。追加の報酬を聞いてから引き受けるべきだったね。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にホローの中で待ってるか。ニコ、怪我してるの？そういうことなら、ここでしばらく休んでて。でも、うちの妹の言うことを聞くんだ。それに、君には仕事の下準備として、後でイアスをホローの近くまで連れて行ってもらうからね。お、あんたのボンプ分身ね。任せて。君は先に、ニコの傷の手当てをしてくれないか。ホローへの潜入に向けて、僕が代わりに HDD システムを調整しておくよ。じゃあ、仕事を始めるか。
どう？聞こえるかな、ニコ。イアスを頼んだよ。オーケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ポンプは届けたわよ。さて、始めようか。うん。あの上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の油圧ロッドが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。ちょうどイアスを調整しなきゃだし、お先に休憩させてもらうね。ええ、プロキシ先生とビリーは休んでおいて、私が周囲を警戒するわ。さっきは危なかったぜ。まさかあの赤画組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトン、相変わらず頼もしいな。もっと褒めてくれたら値引きしてあげちゃおっかな。本当？アンビ、今のはただの社交辞令だと思うぞ。お金の話といえば、ニコのことだから節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさか高額で有名なパエトーンを探してくるなんて。プロキシ先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備ってボンプと感覚を同期できる上に、ホロー内部ともリアルタイムで通信できるんだろ？治安局やホロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しねえんだ？もっと贅沢な暮らしができるのによ。俺らみたいなホローレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろう。エーテリアスの声。早くね。横になろうとしてたところだってのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの墓前に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。移動しよう。ちゃんとついてきてね。道中での戦闘は任せて。もちろん戦いが長引いたら手を貸してくれると助かるけどな。最寄りの出口を見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイドは任せたぜ。
前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった、危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。フォローの観測データだ。大いに越したことはないね。未知のエリアを探索するとストレス値が上昇してしまう。慎重にルートを計画しよう。道案内は頼んだぜ。そこだ。クロスファイヤ。敵は他にもいるよ。気を引き締めて。この振動は。プロキス先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする、戦うか。大丈夫、僕についてきて。従えば。ターゲット確認。ストールイクも本気ない。まあそれも一つの手だね。軌道の敷設装置を利用すれば、これで軌道に沿って効率よく進める。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると、ドアの開放条件はギアコインの投入額です。
ここはホローだぜ。俺たちおとなしく金を払えだと。俺がその条件を飲んだとしてもスターライトナイトはどうだかな。そんでもってスターライトナイトが首を縦に振ってもニコの親分が黙っちゃいねえぜ。くらえスターライトグローリー。エージェントビリーが銃を取り出しドアロックに銃声を叩きつけています。ドアの開放を検知しました。またエージェントビリーの腕部外骨格が部分的に損傷しました。ビリーも例えだよ例え。それより戦闘に集中しようぜ。エーテル活性上昇。ターゲットを排除する。聖なる星の光を浴びろ。店長、次はどの方向に行けばいいんだ。このまま進んで。了解、このまま進むぜ。え、待てよ、このまま進むだと。けどよ、この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、妹の言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。遅いよお兄ちゃん、やっとログインしたんだね。悪かったよ、さっきまでホローの出口の安定性を検証していたんだ。ビリー、アンビ、聞こえてる？とにかく、うちの妹が言ってた進路は間違っていない。知っての通り、ホローの中は秩序のない混沌。つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビ、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。それと、ホローを出てからの脱出経路も手配してある。僕たちを信じて。君もそろそろ感覚同期を解除してもいいよ。それじゃあ切るよ、またね。静かになった。普通のポンプに戻って。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する。衝撃に備えた体勢を。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな俺たち。よっしゃ。
時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。ほら二人とも乗って。ニコの親分、来たわね、ナイスタイミング。ニコ、戻ってくるのが早すぎない？まさか、また信号を無視したんじゃないよね？そんなことないわよ。普通の青信号と R-255 の青を通過しただけだから。アンビ、R-255 の青ってなんだ？あなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだ。そろそろツケを払ってもらえないか？待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもホローから出すこと。ほら、半分しか終わってないじゃん。安心してニコ、今のはただの冗談だってちゃんと覚えてるよ。もうパエトーンは頼りになるって信じてたわ。撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。赤画組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、撤退するのがやっとで回収まで手が回らなかった。てか親分、あの中には一体何が入ってんだ？ここまで体を張る価値があんのかよ。ふっふん、早速答え合わせをしましょう。これを見て。これちょっと変わったネックレスに見えるけど、本当はメモリディスクだよね。ええ、これは小型の記録装置、シルバーヘッドの所有物よ。十四分街から抜け出す前に私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌身離さず持ってたらしいわ。きっと重要な何かが隠されてるはずよ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねね、パエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？ HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いているけど、内部のデータを取り出すくらいでいいなら、僕がインターネットの演算パワーを拝借して復元してみるよ。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。あ、メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。じゃあまたな、店長。ではまた。
いつでも出撃可能よ。いざ降臨。何かよ、私は高くつくわよ。準備完了。いつでも出撃可能よ。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いざ降臨。ジャトヤにかかれば万事解決。何かよ。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いざ降臨。ジャトヤにかかれば万事解決。何かよ。私は高くつくわよ。